私のために集まっていただきましてありがとうございます。そうですね、今日そうかそうか、そんな時ね。ね、あのコロッケ社長とのご縁もこれも長いです、10年以上ですかね。15、6年だと思うんですけどね。最初に出会ったのもなんか伊勢神宮でね、あの奉納演奏をさせていただいた時に、ね、はい、見てくださったんですか。そうですよ、正式参拝一緒にしたんですよ、両方と一緒に。ね、正式参拝一緒に、ね、させていただいたりとか、それからずっと ご縁が続いてたんですけれども、あの一昨年、去年ですか、ね、うん、あのですね、合同食品株式会社という本当の社長さんなんですよ。で、あの47都道府県 あのご当地コロッケを無添加で作られてるんですけれども、その、ね、あのその地球への思いとか子供のへの思いが熱すぎて、いや歌って踊りたいんだよねってね、あの願いを言ってくださってね。そう、真面目にやっとってばなかなか伝わらんので、もうこれぐらいやらんとねと思って、ね、思い切って、ね、頭2個分ありますもんね。さすがですよね。そして出来上がったのがコロッケアゲアゲソングという曲ですね、はい、新春初公開初上陸でございます。ね、やっぱりこう食べたものはね、人の体と心を作るっていうことを、うんうん、私はねコロッケを通じて皆さんにね世界に広げていきたいです。コロッケ揚げ食を通じて。それでは皆さん、あの、あ、そうそう、コロッケ揚げ揚げとかね、でコール&レスポンスのところがあるので、できる範囲で大丈夫です。いやでもぜひね、今のよいさーと同じぐらい一緒にねやっていただけたらと思います。それでは準備よろしいですか。イエーイ、いきますよ。それではコロッケアゲアゲソング。こんにちは、長野インターネット局と申します、はい、今長野県は松本市に来ておりますけども、ちょっと今、天空祭ということで阿敷ひろかさんのライブが今やってる最中なんですけども、ちょっとそこに変わったお客様がいらっしゃったので、ちょっとご紹介してみたいと思います。すみません、自己紹介お願いします。はい、あの私は大阪でですねコロッケを作ってる会社やってるコロッケ社長でございます。先ほど阿敷さんと一緒に踊ってましたよね、はいはい、コロッケアゲアゲソングを、ね、一緒に踊らせていただきました。もしかしてその頭にかぶってるのはコロッケです。そうだったんですね、はい、そこまでしてコロッケをなんかこだわりっていうのは何かあるんでしょうか。はい、まあ、たまたま事業としてコロッケを作ってるんですけども、やっぱり食べたものが人のね体と心を作るってことで、特に小さいお子様には本当に安心したもの、食品をね作っていきたい、流通させたい、熱い思いで、でもね真面目にやってるだけだから拾わらへんので、こういうかぶり物をしたりねコロッケ揚げやソングを踊ったりしてやってるわけなんです。なるほど。はい。阿敷さんとのこう出会いっていうのは何だったんでしょうか。
あしきさんとはね、15年ぐらい前ですね、伊勢神宮で正式参拝とあしきさんのライブがついたイベントがあったんですけどね、そちらで初めてお会いさせていただきました。なるほど、そういった出会いで、まあ、コロッケを作ろうと思った理由は何かあったんですか？その頃からコロッケやろうと思ったんですか？もともと父親のね、事業を私が20年ほど前に継いだという経緯があるんですね。なので父親から継いでちょうど5年ぐらいした時にあしきさんと出会いがあったんです。自然にこだわったこうコロッケを作りたいという思いから、はい、あしきさんをこう応援しようと思った理由は何だったんでしょうか？あのね、やっぱりね、食べたものは人の体と心を救うということと、あしきさんの歌が本当に自然に寄り添ったそういうテーマの、ね、歌だったので、はい、ものすごく応援したいと思いましたね。大臣さんはどうだったでしょうか？ね、何十人もいた中であしきさんだけがこの光り輝いてたんですよ。五光が、そう、神々しい感じがしたね。そういう印象でした。どうですか、それから10年以上経っていますけど、今日も、まあ、わざわざ、あ、どちらから来られたんですか？今日は大阪からやってまいりました。やっぱ大阪なんですね。はい、そして、まあ、応援したいということだと思うんですけども、今後、まあ、希望することはどんなことでしょうか？まあ、一アーティストとして、我々一ファンとしてもちろん応援していきますし、まあ、まさかこういうことになると私は予想しなかったんですが、一緒にね、いい世界を作っていく、音楽を通じてダンスを通じてですね、いい世界を作っていくというですね、そういうことをあしきさんとこれから広げていけたらなと思ってます。今後の夢は何でしょうか？はい、まずはね、この本当食の安心したですね、川上農業から製造から販売まで一貫してですね、食の安心システムを作り、それをどんどん世の中に拡張していくと、食を通じて皆さんがどんどん健康に幸せになっていく仕組みをですね、まずこの10年かけてやってきて、その先に食のテーマパーク、スマイルランドハピネスタワーというね、ご相談が夢があるんですけど、まずは食で皆さんが良くしていくということでね、まずは全うしていきたいと思ってます。なるほど、はい、まあしきさんの応援、そして食の安全ということで、はい、ぜひ夢を叶えてください。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。コロッケ社長ありがとうございます。